はいどうもマクタノスタです。今日はですね、初めてサバイバルゲームをしてきました。いわゆるサバゲーをしてきました。で、なぜこんなですねギターしか弾かないような男がね、毎日ギターしか弾かない男がサバイバルゲームをやってきたのかと言いますとですね、遡ることおとといになりますが、おとといですね、僕が、行ってた大学の OBOG が集まってライブをやってきました。5バンドぐらい集めて、それも僕が初めて主催しました。はい、初めての主催頑張ってきました。はい、それで、が、ちなみにですね、サンボマスターのカバーをしてきて、有名なあの曲をやってきたわけですよ。で、なんとベースをね弾いてきました。新しい日々を僕たちは高鳴る予感がしてるのさ、君と僕が確かめ合うみたいな感じでねやってきました。ちなみに僕は高校時代はバンドでねベースを弾いてたんで、ベースはあったんですよ。だけどちょっとね調整がいろいろ必要だったんです。まあそれは置いといて、だからもしかしてねサンボマスターこれから弾き語りするかもしれないですが、今日はやんないです。はい、まだ練習してないしキーも下げなきゃいけないんで、僕が歌えないので。で、なんでギターを持ってるかというと、寂しいからですね。僕こう抱きしめながら話した方が落ち着くんで。で、まあそのライブの後打ち上げがありまして、で友達からですね、明日サバゲに行かねえかということで誘いを受けたんで、僕もちょっとフラフラになり二日酔いになりそうな感じだったんですけど、じゃあ行こうと、行きましょうということで、今日ですね池袋の、サバイバルゲームやる場所に、遊び場っていう場所だったかなに行ってきました。はい、まあ友達はよく行ってたんで、慣れた友達に僕がひょこひょこついていくような感じで楽しんできましたよ。で、まあこんなねギターしか弾かない僕にそのサバイバルゲームやる機会があったんで、もしかしたら全然興味ない今動画見てくれてる皆さんもサバイバルゲームねやる機会があるかもしれないので、まあ素人の僕ですが、まあ、心構えとかアドバイスとかね、まあ、状況をねちょっと今回説明していきたいと思います。でちょりちょり写真を出しながら、まあ、5枚ぐらいしかないですけど写真まあこんな感じでね。で新しいことをするっていうのはねとてもいいことだと思うんですよ。頭にもなんかこうね刺激になるし、作詞作曲する人にはとてもいいと思うんですよ。はい、違った環境に、僕も今日すごい楽しかったしいい経験だったなと思って、それを皆さんにお伝えしたいと思います。で、まあ説明をしていくとですね、今回はその池袋サバゲはですね駅から、10分ぐらいのところにありました。今日は暑かったんですけど、まあ大丈夫かなとっていう感じで、で、時間的にですね、なんかその、まあ、10時から16時がワンセットで、まあ大体ですけど、ね、まあちょっとずれるかもしれない。で16時から夜の20時で、深夜の20時から5時みたいなプランがある。ちょっと前後準備の時間もいろいろあるんで、まあ、詳しくはね調べてみてください。池袋の遊び場っていう場所でしたね。でまあその10時から16時とか中途半端な時間なんで、まあ、ご飯、まあ普通にご飯買うために出れるみたいなんですけど、まあめんどくさいから、まあ、途中のコンビニとか松本清志もあったかな、あとドン・キホーテもありました。はい、でちなみにですね、ドン・キホーテでこの爪のやつをねちょっと買って3000円ぐらいで、僕が今使ってるなんかこうソロギター専門みたいなギターの人がよく使ってるやつは1万円ぐらいですね。ちょっとねこの3000円見つけたんで内緒で買ってきましたので、これはまたね今後ちょっと解説しながらできればいいと思います。でその松本給食、まあおにぎりとか買ってね、あとジュースも買って汗かくんですが、まあ向かうわけですよね。でまあそのまあ、10時か16時、僕は今回10時か16時だったんですけど、まあ、準備や片付ける時間を、まあ、抜かすと遊ぶ時間は、まあ、4時間ぐらいですかね。4時間ぐらいバババンと打つ感じで、まあ、もちろん休憩も中に挟むんですけど、で、今回はですね全く手ぶらで行きました、ね、全てレンタルしたんですけど、なんか6人か3人以上だったかなグループで予約したんで、そのハンドガンとか銃とかあと装備品はねただでレンタルできました今回は。だから皆さんもそういうのをねちょっと確かめながら行ってみるといいと思います。だから一番いいのは詳しい友達と一緒に行くということが一番いいと思います。あとはよく調べること ね。もしこれ全部レンタルするとなると参加費が、まあ、時間帯と曜日に違うと思う。今日は、祝日かで4500円だったんで、でプラス10とか借りると2500円かなプラス、なんかそのぐらいの値段だったような感じがします。はい、
で、用意するのが、まあ、服で、当たるとめっちゃ痛いんで、友達に厚着はしてこいと、パーカーが一番いいぞということだったんで、パーカーをね着てって、で長袖ですもちろん、で頭も隠れるようにね、当たると痛いんで、でそんな感じで手袋マスクはレンタルしてね、手袋も結構厚めのやつで、であとはハンドガン銃ですね。僕はあのメタルギア好きなんで、ちょっと銃の名前だけわからん、あんま詳しくはないですけど、ちょっとした銃の名前わかるんで、まあちょっとそれでも楽しめたのかという感じですが、まあハンドガンレンタルしてくれました。でまあ待っててですね、こうそうするとあの、まあ、慣れた人、毎週のように来てる人は、まあ、違う感じで、で、慣れてない人は慣れてない人用であの説明があります。1時間はかからなかった、30分ぐらいかけて、まずこのサバゲーとは何なのかと説明して、あと注意事項を説明して、で銃の撃ち方など説明してくれました。だからまあ初めての人は全然問題ないですね。で40人ぐらいいて、初めてだった人がですね7人ぐらいだったかな。でもその7人の中でもなんかこう他ではやったけどここでは初めてみたいな感じの人がいてました。だから本当に初めてだった人は、僕の友達ももう一人初めてだったんですけど、入れて3人ぐらいが本当に何も分かんない状態で、分かんない分かんないみたいな感じだけど全然楽しめたんで、はい、皆さんも大丈夫だと思います。で、そのチュートリアル、その説明会でこう、まあ、銃の撃ち方やるじゃないですか、まあ、こうセーフティーって銃がロック解除みたいな説明があって、じゃあ試しに撃ってみましょうって、撃ちますよね、あ撃ちましたっつって、で今度は当たる練習してみましょうってことで、こう誰かその何人ぐらいいる中で、ちょっとじゃあ向こうに3人いてくださいって、あ当てますみたいな感じであるんですけど、結構怖いんですよね。10メートル以上あったんですけど、こう手を後ろにして、こう相手が撃つのまずくパンって、僕は見事にこのね左乳首を捉えたわけですが、でですね、あのちょっとねセクシー姿になっちゃうので、あんまりここ写真の方がいいかな、ここに写真をパッと腫れてるんですよ、はい。でも2回くらいこの左のここをね大事なところを当てられて、その試し撃ちの時に当てられたやつなのか、それとも他の時に当てられたやつかわかんないんですけど、腫れてるんですよね。ちょっとここが腫れてるんですよ。ですげえ痛いんですよ。で僕の友達はですねグローブつけてたのに指に当たったら指が結構青くなってて、あとここにもね青くなっちゃってるぐらい痛い、まあ、距離にもよりますけど、すごい、広さが体幹の半分ぐらいあるんで、まあ、遠くから、まあ、でも銃も届くんですけどね、まあ、そこ遠くからだったらまあ威力が弱ってるんであんま痛くないと思うんですけど、やっぱ近距離でね 2,3 メートル離れたところでバーンと撃たれるとですねすげえ痛いです。腫れるぐらいですからね。まあそんな感じでチュートリアルが終わって、でルールがまあルールというかゲームの種類が2つ大まかに分けて2つかなぐらいありまして、チームを分けるみたいです。今日は2チーム、赤チームと青チーム、もし人数が多ければ3チームになるみたいですけどね。でそのチーム、赤チーム青チームに分かれて、ここに腕輪をしてこっちになんか光るやつ、まあ、中が暗いんで相手が分かるように暗いやつを光るやつをつけるんですけど、まあ、それをつけて、で、まず一つ目がなんか陣地に、お互いの陣地ですね、青チームの陣地、赤チームの陣地があって、そこにブザーを置いて、でそこのブザーを相手チームのブザーを鳴らしたらそっちのチームの勝ちみたいな、ね、それがもう一つでしたね。でもう一つはでその最中にもう撃たれたら去るんですけど、そのブザー鳴らす方のゲームは撃たれた人はもう外に出てくださいみたいな感じのゲームが一つで、もう一つはカウントするのが自分の陣地にあって、撃たれたら戻ってカウントして、でまた行って撃たれたらカウントするみたいなゲームがあります。で撃たれた数が多い方が負けですよね、はい。そんな2種類のゲームがありました。でその中でもまたちょっとねいろんなリーダー決めてリーダーを守るみたいなのもありましたけど、大まかに分けるとその2種類でしたね。でまあ隠れるところがまあたくさんあるんですよ。車があったり、まあ、箱があったり、まあ、壁はもうすごい入り組んだ感じ でそこでこうねうーシュッとバババンと打って、1ゲーム5分ぐらいですね、5分やって、でまあ2分ぐらい休憩したらもう行くぞみたいな中が結構暑いんでもう汗だくだくで、こう中ではマスク取れないで、こう外出たらマスク取って、こうあ暑いなって座ったらもうじゃあ次行きますよみたいな感じで、でそういうのが
3、4回続いて、でちょっと10分ぐらい長い休憩取って、そしたらまた行くよみたいな、まあ、3セット行くよ、4セット行くよみたいな感じの流れで、だから結構疲れましたね。開始2時間ぐらいで結構ヘトヘトになる感じでも、あの全然絶対参加するとかじゃないんで、ちょっと今回は休憩しとくわ、1回分休憩して次、まあ、15分、そしたら10分ぐらい休めますよね、そしたらまた行くわみたいな感じでも全然いいので、まあそう、あんまり減りすぎるとゲームにならないんで注意されるかもしれないですけど、まあ、2、3人抜ける分には変わらないですね。まあ、そんな感じでね、楽しめました。で、中にはですね、スタッフさんがですね、写真を撮って、カメラを、かわいいスタッフさんがいたんですけど、そのスタッフさんがこう写真撮ってくれたりして、で俺もポーズ決めたりとかしてね、で知らないところでもちゃんと撮ってくれるんで、いい写真があって、それはちょっと今載せてきました。パパパッとね、載せてきました。でですね、でその撮られた写真は、サイトの方で見ることができますね。で集合写真とかも撮ってもらって、それもサイトに載ってましたね。でそのスタッフ、中にいるスタッフさんはなんか違反してる人で、ルールがあるんですよ。走っちゃいけない、これがまず走っちゃいけない、だから小走りもダメ、歩いてこう向かっていってみたいな、だからまあ追われ相手に追われることはなかったかな、まあ向かい合ってくれてだけなんで、でまあその相手の陣地に向かってこうバーッと走ってはダメと、それは注意される。まあこんな感じだったかな。でまあいろいろ細かい説明をすると、こうバンバンバンって打って当たったら終わりなんで、それでヒットヒットってヒットされましたっつって、でっかく声で叫びながら外出たりという感じでやってきましたね。僕はなんかまあ初めてだったんでね、僕は臆病者なんで非常に怖かったですけど、でもそれでもね、こうちょっと前に出たりとかして、で、まあ、バーって当たったりとかして前に出ると当たり、やっぱ上手い人はね、すぐ壁に隠れてすごいこうちょっと覗いてたけども、パーンとこうね顔に当たるんですよ、ね、でもゴーグルしてるんで、顔が一番安全かもしれないですね。マスクして、ね、一番痛くないです。だけどその腕とかですね、手が一番、ギター弾く人にはちょっと怖いですけど、手に当たると結構痛いんですよね、グローブ。まあ僕は当たらなかったですけど痛いんだろうなと、もう腫れてたから、青くなってたから、友達がこれシャレにならない痛さなんだろうなと思いながら参加してましたけど、でも楽しかった。本当にまた行きたいなと思いました。だから場所によってはいろんなルールがあるみたいなんで、外でやってるサバゲをなんか走れたりするみたい、だから他のところで慣れてる人は走れる、間違って走ったっていいみたいなこともあるみたいですね。で銃はですね、もうおのおのみんなすげえでっかいやつ持ったりとか、まあ僕みたいにちっちゃいやつでやってみたりとか、もうスナイパーみたいな狙撃、遠くからやつ撃つみたいなのも、端っこから端っこまでに届くような銃、てか30メートルも届くような銃で近距離で撃たれたら痛いに決まってるじゃないですか腫れますわそんなの。まあでもまあ防備していけばいいと思います。でその待合室みたいなところ、まあ、休憩してる場所はまあ普通に椅子があって、でなんか食べ物もカップラーメンとかもあったかな、あとあと銃が買えるような銃とか、なんか他のものとかもね、マスクとかも売ってました。でまあアイスとかもあったし、自動販売機もあったし、で撮影できる場所もあって、なんか銃とかいろいろあって、ちょっと撮影で遊べるとこもありました。まああまり行く時間はないですけどね、休憩しながらなんで、まあそんなとこだったかな。うん、だから皆さん、まあ最後に言うのは、まあなるべく厚着をしていった方がいいと。まあ今は夏だったんで、まあ一応冷房は効いてますけど、すごい汗だくで、着替えも持ってった方がいいですかね。まあそれはサイトを見てった方がいいかな。だからまあ誘われたら一回行ってみてくださいっていうことのとこで、じゃあ3本マスターね、やると思いますので、お楽しみにしてください。では次回の動画もお楽しみに。